りない時代でも迷ってる暇はない。言葉を発することで言葉まで乗る僕はそう信じております。これまた思いもしなかった相手失敗するなどどうだっていいや。知識過剰以上に傾聴者の謎もなるコムタクチャンネル。次さんの最終回でーす。イエーイ、いっぱい来ております。いや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 、呼んだのに小畑さん。いやいや、さっき何かけたの、なんか小畑さんの場所作ってたのに。なんで確認したのに。これみんな今何、これエンディング出んの、これからわかんないの、わかんないの、何が始まるの、何が始まるの、なんかあんま説明されてないんだけど、愛と感謝を今日一緒に歌ってくる、私は卒業式なので、うん、あの校歌斉唱、ね、自分で用意するのそういう歌って。何、そういうもんなの、すごいな、あの人あいつ必死で泣かないようにしてるぞ、あいつ。あいつ必死で泣かないようにしてるぞ、あいつ。ちょっとでも間が生まれたら泣くんでしょ。そうだな。間が怖いんでしょ。間を怖がるな、ナビゲーター。卒業ソングの定番スピッツ、空も飛べるはずをお届けしました。さあ、スタジオに来てくれているのは、堀江美穂です。あずさです。聞こえるかな？あ、小林拓一郎です。はい。めぐるです。イレネです。花見ゆかです。イエーイ。何かの楽器を叩きながら存じておりますよ。何かの曲を歌うという、はい、コーナーなんですけれども、まあ、今日私卒業式じゃないですか。卒業式って言ってやっぱみんなで歌ってみんなで泣くっていうね。すごい、そうだ、お前が泣け。涙強要される。何泣けって。泣けって。ちょっと泣かしてほしいなと思って。泣いとるやんけ、もうちょっと。あのみんなで一緒に今日この曲歌ってもらっても。歌ってくださいね、ま、歌ってくださいね、はいはい、では、あのこの曲を今日お届けしたいと思います。これ生で見るとやべえな、怖えな、泣けるの、もう歌ってほしい、愛と感謝に生きよう、早く泣けよ、誰か大切なものはこれ、ね、よっ忘れがちだけれど愛の手愛よってな、愛よって、いやーシャッサー共に歩こう。泣けるか、全然泣けない、泣けるか、なんなん、泣けるか、これ、スーパーフライに謝れ、大好き、泣けるか。